かもしれない。どうですか、うん、痛い、うん、くすぐって、あ、じゃあ結構やっぱここですね、響いてきました、うん、はい、あ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 、くすぐったくなくなってきました、痛い痛いあれだ、胃が疲れてるからし、左の方が硬いのかもですね、うん、表側もちゃんと伸ばしてあげるといいですね、うん、ちょっと痛くなってきました出てきた感じですかね、悪いものが隠れてたのか桃花さんってかかとちっちゃいじゃないですか、うん、理由分かりましたよ、うん、あの多分こう足を形成する子供の時に、うん、ちゃんと地面を踏みしめてなかったからです、え、つま先立ちってことあのちょっとそうそうそう、つま先立ちっぽかったり、こう、まあ、歩行というかこう、まあ、踏みしめ踏ん張りみたいな、うんうん、ね、なんかグッと持ってとか、うん、引っ張ってとか、うん、そういうような動作が多分足りなかったんですかねジャンプしたりとか、あ、そういうこうちょっと足にこう負荷をかけるのが少なかったので、うん、かかとが発達しなかったんじゃないですかね、うん、確かにうちのお姉ちゃんもなんかつま先で歩く癖があって、うん、はいはいはい、それも真似してたのかもしれない。ああ、でもそうですよね、見ますからね、なんかお姉ちゃんとかね、ちっちゃいうちはね、なんでつま先で歩くのって聞いたら、うん、うちは床が汚いから面白い、まさかの答えだった床汚かったんですか、確かにうちはおかんが掃除嫌いな人だったんで結構ゴミがあったそう、あ、なるほどと思って多分真似してたのか、あ、そっか、それが良くなかったんですかねそうなんかね、そういうのをちょっと読んだんですよ、いろんな動きとか運動をしておくことがやっぱ足の、まあ、アーチを作ったりするのにも欠かせないらしいんで、うん、でも最近の子はやっぱりその外遊びが少なくなってるので、うん、しっかりまっすぐ歩けない子が多いとか体育の先生やってるお客様言ってました、あ、確かに、ヨタヨタしちゃう、うん、そうそうそう、なんか更新させたりするとできない子がいるみたいなやばいねフラフラしちゃうんですって、それやばいね、なんかやばいっす、だからまあそういうこうちゃんとこういろんななんていうんですか、逆上がりさせたりとかなんかマット運動させたりとかやってちょっと習得させていくみたいなんですけど、なんかやっぱこう
飛んだり跳ねたり転がったりみたいな、うん、必要みたいですね。しっかりこう三半規管鍛えたりとか、うんうん、まあ、それこそそういう足の育成っていうんですかね、うん、足の筋肉とかアーチとか、うん、かかとをしっかりこう 骨を形成していくみたいな、振動を与えたりすることでこう骨がね強くなったりとかあるので、うん、ですけどね、めっちゃリンゴにしてますけど、でもさっきより全然変な声を出ない、そう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 出たでもなんか一応ちょっとこう沈み込みは出てきたというか、うんうん、少し左右差が埋まってきたかなって感じですね。だいぶまあまあ普通の人、うん、まあまあそうですね普通が、まあ、うちにいらっしゃる方みんな凝ってるんであれですけどこの辺とかだとほぼ同じになりましたね。ここも同じですね、うん、まあ、同じな場所が増えてきて、この辺だと7364とかぐらいで左の方がまだやっぱ硬いんですけど、うん、でもさっき28ぐらいの91とか28ぐらいの比率で左の方が圧勝で硬かったんで、あ、まあまあだいぶ埋まってきたかなって感じですね。あ、多分だいぶ胃が疲れてるんですよ。そうか、うん、うん、多分そうっす、左に出るんでめっちゃ硬いすいません、これでもちょっとあれですね、あんまりやると痛くなっちゃいますもんね。このくらいがいいかな。でも今までって結構揉み返しは出てないんですよね。うん、出てない、うんうんうん、こんな痛くして大丈夫なのみたいなコメントが来ることもあったんで、腰も痛そうっすね、はい和らいできたんじゃないですか。うん、どうですか。はい、気持ちいいです。はい、まあ、今だとほぼだいぶ埋まって、まあまあ、不安ならその違和感とかも、うんうん、感じにくいかなと思うので、またちょっとね。片側からやっていくことでこちらも影響出て良くなると思うので、うん、今度は仰向けですね。はい、はい、じゃあ仰向けに寝てください、はい、ですね、であとベッドの端っこにちょっと頭がてっぺん少し寝るぐらいまでいいですかね、うん、少し、はい、そこで、はい、
方もなんかちょっとそういう差がありますね。お腹がね張ってんですもんね。ちょっと痛いですか。痛い。呼吸どうですか？あ、いい感じです。お疲れ様でした。インスタを葵みことっていう名前で言ってるのでよかったら探してください。ももこさんファンの方はぜひ葵みことさんというアカウントなのでリンクを貼っておきますのでよかったらチェックしてください。この動画がよかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。See you.